ネオプランスカイライナースカイライナーは、ドイツのゴットロープ・アウベルター社が展開する、ネオプランブランドの2階建て観光バスである。1968年に開発された2階建て観光バスである。それまでは2階建てバスは大量輸送に向いている、車両として、路線バス向けの車両がほとんどであったが、ネオプランでは2階建てバスの弱点である安定性を高めたシャーシを開発し、 観光バスとして製品化した。これ以後、2階建て観光バスが他社からも発売されることになる。近年モデルチェンジが行われ、フロントスタイルにおいてはバンパーが一体化されるなど、さらにスピード感を強調した外観になっている。なお、日本市場に向けて開発された全長9メートル仕様の車体に関しては、クラブライナーと呼ばれる。スカイライナー、大阪市交通局日本では、 大阪の中央交通が1979年に輸入したのが最初である。これにより観光バス会社では他社の輸入も含めて2階建てバスブームが起き、ついには国内バスメーカーも1961年の日のビスタコーチ以来18年ぶりに2階建てバスの開発を行う事態になった。また多くのバス会社が貸し切り車の看板車として導入。 中小の貸し切りバス事業者向けには全長9メートル使用者も輸入された。なお、国産2階建てバスの構造要件策定にあたっては、スカイライナーを参考にした。1981年4月に東京都交通局が台東区の委託を受けて、上野広小路浅草上成門館の2階01、系統にスカイライナーを導入、続いて1983年には、 常磐交通が岩木氷山合津若松線スワン号に導入し、2階建てバスによる路線バス運行の可能性を模索した。ブームが落ち着いた後も、わずかながら観光バスとしての輸入は続いていたが、1997年になって JR バス関東が室内空間の広さに着目し、夜行高速バスドリーム号用の車両として導入を開始した。 独立三列シートのスカイライナーは、中央交通とローレル観光バスも導入し、主に都市間や交ツアーバスとして運用されているが、欧州のバスには見られない、独立三列シート仕様を純正シートで実現している点が、日本市場への順応ぶりを示すものとして特筆される。日の丸自動車工業は、東京都交通局から購入した。 スカイライナー3台をドイツへ里帰りさせて2階部分をオープンバスに改造2004年9月からスカイバス東京に収益しているこの車はかつて上野広小路浅草雷門館で活躍していた2代目の車だった2012年にはアメリカンドリームとして導入した4台もスカイバスに改造しているこの他 変わったところではアート引っ越しセンターが1983年に導入したドリームサルーンナイス21が挙げられる。1階を全て荷物スペースとした上で、2階に客室スペースを設けることで、引っ越しの荷物と居住者を同時に輸送することを可能にした車両となっていた。しかし、バリアフリー対応が困難だったため、現在は代替されている。 2010年8月22日大阪、中央交通所有の車両にて、中央自動車道達野付近を走行中、2階後部の天井エアコン空調の吹き出し部付近から、煙が出たため、パーキングエリアに緊急停車直後、火を吹き火災が発生。この影響で乗車していた65人中6名が、病院へ搬送された。原因は未まだ判明していない。ありがとうございます。